東福岡高校によると男女共学にする理由として人種や性別、年齢を超えて多様な価値観を持つ人と共同して新たな価値を創造できる人材を育成するためとしています共学になるのは創立80周年の節目を迎える2025年度からで募集人数については現在検討していて生徒や保護者には今日説明したということです 東福岡高校を運営する学園は1945年に創立され、ラグビーやサッカーでたびたび全国制覇を成し遂げるなど、スポーツの強豪校としても知られています。福岡県内の男子校は現在、東福岡高校と山陽高校の2校のみです。